センターというところを取っていきたいな。センターのポジションダッシュへ。投手に燃える我らがマッキー。背番号も8に変更し、心機一転のはずが。明石こっち向いてーって、えっ、明石にしようかな。こんばんは、ね、博多のメッシの活躍見たいですよね。いよいよ明日ホーム開幕戦ということで、はい、まあ、条件付きこの声出し応援もマスク着用であれば解禁ということになりますね、うん、そしてホークスもなんですが、 TNC が中継する3月4日のオープン戦からペイペイドームでの声出し応援が解禁となるんですね、はい。そしてね、この応援といえばですよ、やっぱりね、もう昨日こんな熱いシーンがあったんですよ。何でしょうか。見てください。昨日のホークスとキューバとの練習試合、6回のデスパイネの打席で、そして9回グラシアルが登場すると、ホークス時代の応援歌で相手チームの2人を激励したホークス応援団、ね、球場は温かい雰囲気に包まれたんですよね。いや、いいですよね。昨日は、ね、ホークスの主催ではなかったということで、この粋な計らいが、ね、実現したということなんですけどもね、あのデスパイネ選手も打席に入るとき、ちょっとニヤッとしてましたもんね。嬉しいみたいなところ、ね、出てましたけどもね、とてもいいシーンでした。さあ、続いてはですね、はい、キングジョーカーからレギュラーへ、背番号も一新した牧原大成選手に注目です。鼻歌混じりの牧原選手です。どうも、はじめまして。いつだって気分はルンルン、我らがキングジョーカー牧原大成選手。昨シーズンはキャリアハイとなる120試合に出場、勝負強いバッティングで打率は3割超え。守ってもあらゆるポジションを軽快にこなし、チームに貢献しました。まずはね、このキャンプ、はい、順調に来てますか。まあまあっすね。お、はい、まあ、でもそう、点数でいうと100点中何点ぐらいとか。72点っす。おー、72まで来た、はい、なかなか中途半端な72っすね。それはどういう計算式で。いや、あとはあのピッチャーとのその、うん、なんていうんですかね、この実践の感覚、はい、それが残り 28%。 体も動けてますし、バットも触れてるんで、はい、あとはもっと感覚っていうものを戻すだけなのかなと思います、はい。はい、まあね、今シーズンはね、もう気持ち新たにこの背番号8で臨むシーズンですけども、はいはい、キャンプの入ってきて球場出た瞬間、上から明石とか言われたんで、野球を見てないなと思って、明石こっち向いてって、えっ、明石にしようかな、名前。明石さん、名前もらおうからも。皆さん、マッキーは今シーズンから背番号8ですよ。昨シーズンまで背番号8をつけていた明石コーチの思いを背負い挑む今シーズン。気持ち面ではどうですか、この8で臨むシーズン。もう本当、近藤選手も来て、外国人選手も来て、うん、本当に戦力がね、その強くなったっていうのはあるんですけど、まあ、僕らからしたらすごいピンチなんで、うん、まあ、本当去年のことはもう忘れて、ゼロからまたあのセンターっていうところを取っていきたいなっていう気持ちがすごいありますね。今シーズンは脱ジョーカー、センター一本宣言のマッキーですが、先日モモスポカメラはキャンプ中にこのような光景をキャッチ。内野手に混じって居残りで守備練習。果たしてこれは一体？結構内野練習してる感がちょっと見えるんですよね。やっぱりどっかにあるんじゃないですか。はい、付き合えば。狙ってる感がある。いやいや、それはもちろんあります。やっぱ捨てきれないですよ。あ、未練しかないですっていうのは、まあ、その内野の中でもどこのポジションがいいっていうのは。セカンドっす。
セカンドは今のところ三森選手、周東選手と。いや負けてる気はしないんで、はい、でも三森がこのギリギリのやつが取れなかったら、うん、なんでって後ろからやってますから嫉妬激怒しながらこの切磋琢磨ですね。いや俺だったら取れたのになって思うのでどこでも守れるマルチプレイヤーだからこその大きな悩み、今シーズンもチームのために任務を全うします。明石さんと間違われないように皆さんに8の番号を覚えてもらうことと、この球団でレギュラーを取ることをしっかり頑張りたいと思います。どこでレギュラー取るんですか。センターで取りたいと思います。センター、はい、内野の練習も欠かさずやっております。安心してください。ね、皆さん、マッキーはね、もう8番ですから、はい、もうね、覚えましたね、はいはい、そして週末のホークスは侍ジャパンとの練習試合に臨みます。